ロリス・チェクナボリアンは、イラン出身のアルメニア人指揮者、作曲家。アルメニア人の両親のもと、イラン南西部ボルージェルドに生まれ、テヘランに学ぶ。祖父が趣味でバイオリンを弾いていたことなどもあり、7歳でバイオリンをはじめ、テヘラン音楽院でバイオリンとピアノを学び、14歳で混声合唱の指揮をとった。1954年から、 オーストリアのウィーン音楽アカデミーに移り、同期のズービンメータなどと共に指揮法をハンス・スワルフスキーに学ぶ。1961年にテヘランの音楽資料館の館長に就任し、イラン周辺の民族音楽の資料収集に携わるが、1963年にオーストリアに戻り、ザルツブルクのモーツァルテウムでカール・オルフに作曲を指示する。1965年には、 グルベンキアン財団の旧非正として、ミシガン大学に留学し、その後、ムーアヘッドのコンコルディアカレッジのレジデントコンポーザー、ムーアヘッド州立カレッジの准教授、セントラルミネソタカキオ音楽アカデミーの学長などを務める。1972年に、テヘランの歌劇場の主席指揮者に就任し、イラン建国2500年祭のための音楽等を作曲したが、 1974年頃からはイギリスでの活動が増え、1978年にロンドンでアルメニア音楽祭を開催している最中にイラン革命が起きたことで活動の拠点をロンドンに移しオーストリアに移住。後にオーストリアの市民権を取得した。1989年にアルメニアフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督並びに主席指揮者に就任。 アルメニア自身での甚大な被害とソビエト連邦の崩壊やアゼルバイジャンとの紛争などで経済的に疲弊していたアルメニアで式台にほぼ毎週登場し続けることで楽団のみならずアルメニア国民全体を鼓舞した。同楽団とは積極的に海外公演や録音活動を行いまた世界中にいるアルメニア系移民などに休場を訴え寄付を募ることによって オーケストラの財政状況の好転に努めた。1972年にアメリカのソプラノ歌手、リンダ・ピアスと結婚し後に離婚。1980年代には別の女性と再婚している。息子に映像作家のザレイ・チェクナボリアンとバイオリニストのエマニュエル・チェクナボリアンがいる。得意とするのはロシアやソ連の音楽でリムスキー・コルサコフやイッポリトフ・イワノフ。 プロコフィエフにも名録音を残しているが、一般的には、ボロディンの公共曲やハチャトリアンの管弦楽曲全般のスペシャリストとして有名。ありがとうございます。